こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイルは豚ハツ塩黒胡椒炒めです。豚ハツの塩黒胡椒炒めです。で、主食はラーメンですね。酢ラーメン、中華そばですね。で、湯豆腐、これで足らなければまだ豚ハツ、豚の心臓2個ありますから、それ食べるかもしれへんし、うどんを1玉茹でてここに入れて食べるかもしれへんし、湯豆腐を作って食べるかもしれません。はい。正確な量はその時に書きます。体重測ります。お腹は緩いですね。便秘は治ってます。体重が何キロなってるかですね。ちょっとだけ減ってますね。減った言うほどではないですね。体重 56.8、 300g 減ってます。体重 56.5、 体重 56.5、 体脂肪率 11.2、 基礎代謝 1351、 内臓脂肪レベル3、筋肉量 47.6、 筋肉量スコアマイナス2、推定骨量 2.6。 もう一度、体重 56.5、 体脂肪率 11.2、内臓脂肪レベル3です。はい、もう一度、豚ハツ塩黒胡椒炒め、ラーメン、湯豆腐、以上です。今日はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。失礼します。